選手だよね。いや、やっぱり思った通り強い、強まかったですね。あの、本当警戒してたんですごい、総合の選手っていうのは。もう最近も、まあ、みんな打撃も投げるので、やっぱ組も強いんで、警戒した通り、やっぱり距離うまいなと思って。ちょっと最後が、なんか、すっきりしない、なんか、勝負とはいえ、なんか、やってもうたなみたいな、もうちょっとこう、楽しんで、やれてやりたかったなっていうのは、ちょっと本音であるんですね。まだまだよ、もうちょっと戦いたかったな。そうですね、ちょっと、あれは、相手もちょっと、まあ、なんかね、なんか悔しいっていうか、もうちょっとやりたかったなっていうのはありますね、本当に。でも王者として KO っていうのは、それはちゃんとした結果として出したんですか？まあそうですね、KO はやっぱり、そうですね、今から本当、兄貴超えだろうと思ったら、10年間チャンピオンとかはもうさすがに無理なんで、本当は兄貴にできない連続 KO ぐらい僕は作っていきたいなと思ってるんで、まあ結果だけ見るとね、 KO をちょっとまだ積み重ねたんで、すごい結果だけ考えれば嬉しいですけど、内容的にはもうちょっとやりたかったなっていう。あの最後の瞬間はやっぱりこう攻めたってこと。いや、っていうか、試合中にこう気を抜いたっていうか、何してんのかなと思って、こっちはやっぱり、ね、お互いそうですけど、やるかやられるかっていうリングの上で、やっぱちょっと、ああいうのも、えって思ったんですよ。よ、行くでっていう気持ちでちょっと行ったんですけど、そんなにね、そこまでやっぱり僕も、やられるかやられるかっていうところ、本当にやってるんで。ああいう好きっていうのはやっぱ逃したらあかんとはやっぱ常々思ってる。はい。なんか刑務所なのに悪いことしちゃったみたいな。なんかちょっとあるんですね。なんかちょっとあるんです。でもやっぱ勝負事やから、でやっぱ今その瞬間でもやっぱみんなに勝負やから仕方ないよって、あっちやっぱり気を抜いたからっていうのはあるんで、なんか変な気持ちです。これでもう短いスパンで試合シフトで連戦して、はい、全部 KO で片付けてきて、はい、これからはもう及川道場の後輩たちが今年は締めてもらうって感じですか？そうですね、やっぱり道場として考えると自分らの先輩とか指導者がやっぱ強いっていうのは今のしか見せれないんで、もう10年後にグラームが必要かったって言っても今おる子たちには分かんないんで、やっぱ今おる僕のやっぱ後輩プロ選手であろうが、選手であろうが見せれる瞬間っていうのはもう見せたいね、強い瞬間っていうのは。だからあのそういう気持ちっていうのはすごいあります。やっぱ弱い先輩より強い先輩指導者っていうのは今にしかできないことを全力でやっぱやろうかなと思います。まあ、簡単に言うとレーナ選手につなぐっていう感じなんですか？今日レーナにも言ってる、総合前回総合相手に苦戦してたんで見とけよと総合相手にはこうやってやねんぞっても試合前に言ってるんで、まあ結果まだね展開っていうのが最後まで作れてなかったんですけども、まあ、僕も今ちょっとやっただけでも別にやられた気っていうのは全然ないんで、まあちょっとぐらいは掴んでもらったかなっていうのはあります。ありがとうございました。